HMS サマラン木造フリゲートである。サマランはイギリス東インド会社によって1822年にインドの高地で浸水した。世界中のいくつかの艦隊に所属しアヘン戦争にも参加した。1843年から1846年にかけてエドワード・ベルチャーの指揮下でボルネオや東南アジアの調査を行っている。 この間の1843年には沖縄、1845年には長崎に来航し、天保の浸水給与令に従って浸水の補給を受けている。その後ジブラル,ルタルにて1847年5月の監視変更で警備官となり、1883年に解体のために売却された。ナラティブ・オブ・ザ・ボエジ・オブ・エイチ・エム・エス。 サマラングデューリンク1843から1846ベルチャーのサマラン号公開日誌のうち沖縄関係はサマラン号の八重山来航機として朝香 A2 の訳がある英国軍艦サマラン号通事件分記、ウィリアム・ローに、ネーバルデータベースハットナショナルマリタイムミュージアムありがとうございます